イガさんじゃないですか。海が俺を呼んでるよ。似合いますね。まあ俺も海で育ったって言っても過言じゃないぐらいな、海を愛してきた男だから。タイガさん、昨日おとつい日見たぺこぱファンもいらっしゃると思うんで、ぺこぱチャンネルのタイガファンの方々にメッセージお願いしていいですか。まあようやくタイガの面白さが出た番組ができたかなって思って、まあこれをきっかけに、いやだいぶ遠いなあ、すいません、ちょっと引きで撮りたくなっちゃって、引きまあようやく2020年タイガ来てるから今、あの番組をきっかけにブレイクする可能性、ちょっと仕事増えてきてるからね。まあ、俺、おい、空撮ってんじゃねえよ、おい。あははじゃないんだよ、おい。さすがですね。まあ、お前らのおかげもあるけど、名前出してくれて、徐々に仕事増えてきて、はい、ようやく時代が俺に追いついてきた感じするからよ。そうですね、やっぱ僕らもその時代ずっと待ってたんで。はい、あと今、カメラの位置間違えてこっち見てたわ。こっちだったな。レンズ真ん中かと思った。時は戻しません。時を戻せよ。それ取ったら一回ちょっとバスに乗って。わかりました。